斉藤匠41歳です。優しい監督かわいい、かわいい。皆様今日はありがとうございます。賢治役をやらせていただきました久保田正孝と申します。初めて皆様に見てもらえるということですごくドキドキしています。どんな感想、どんな感情が生まれるのか楽しみにしています。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さん本当に暑い中お越しくださりありがとうございます。清澤瞳役を演じさせていただきました蓮佛美沙子です。見た方によって後味がすごく変わってくる作品になったんじゃないかなと思っています。すごく皆さんの感想が楽しみです。今日は短い間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。本田役を務めましたなおです。皆さん今日は足をお運びいただきありがとうございます。海外にこの作品が渡って日本で生まれたこの映画館ですごく没入して見ていただける作品がやっと皆さんのもとに届くことがすごく嬉しいです。どうぞ今日は短い時間ですが最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして磯村アメリさんです。はい、サチ役の磯村アメリです。6歳です。よろしくお願いします。素晴らしい、元気いい挨拶ありがとうございます。6歳ね。さあ、そしてこの映画の監督を務められました斉藤匠監督です。はい、斉藤匠41歳です。まもなく42歳になります。そうですね、本当になんか夢のような景色ですが、海外で上映を行ってきたんですけど本当に役者さんたちの素晴らしい、表現に、海を越えていろんな心臓を掴んできたこの作品を故郷日本でジャパンプレミアで皆さんにお届けできることが心から嬉しく思ってます。今日はありがとうございます。どうもありがとうございます。そしてね、今とっても可愛らしいアメリさん、うちの娘がね、うん、緊張してる？してない。およかった。アメリともね、おままごとして遊んだりとか、ね、怖い話だったけど楽しかったよね現場。うん、楽しかった。楽しかったそうです、ね、いいですね。よかったです。アメリちゃん、じゃあさ、お父さんお母さんとどんなことして遊んだんですか？肩車してくれたり、あといろんなことしてくれたりしました。いろんなこと走ったね。走った。日活スタジオの外一番走ったね、うちらね。ね。走った。お母さんともさ、なんかおままごとおもちゃしたね。うん、おままごとしてね、遊んだよね。いっぱい人参切ったよね。エンドレス人参だった、ね、そうだった。もうマジックテープで切ったらまたつなげて見て、バンバンってずっとやってたね。やってた。お皿もずっと洗ってたよね。ね、シャカシャカって洗ってたね。料理も作って。懐かしい。ね、懐かしい。おままごとセット。そういう ね、時間はすごい楽しかったね。うん、楽しかった。じゃあ、メリちゃん、横にいる監督さんはどうでしたか？怖かったですか？優しかったですか？優しい監督。監督ハモってる。優しい監督。いい監督さん。演出通りですね。ですよね。はい。ちょっと思いが伝わってきて。先取っちゃいました。すみません。市監督さんの、かわいい。かわいい。監督さん。かわいい監督さんなんです。かわいい。かわいい監督さん。すごい、かっこいい。かわいい、かわいくもある。かっこいい、混ざった。かっこいい、混ざった。かっこいい。次行ってもらっていいですか？かわいく、混ざった。かっこいい。混ざった。最後だけなんかすごい渋い渋い閉じ方しますね。褒めたたえるというね、混ざったっていうね。混ざっちゃったんだ。ありがとうございます。素晴らしい、賢いね、賢い役者さんでございますよ。ありがとうございます。アメリちゃん拍手、ね、